YouTube をご覧の皆様、フィンガータット世界チャンピオンのゲンゲンです。今日も皆様に3分でできちゃうフレッシュなフィンガータットをお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日のテーマはですね、ディジットのその2です。今回は手を交差したディジットのやり方を解説していきたいと思います。手をパーにした状態とグーにした状態で両方やっていきます。グーにした状態からまずやっていきましょう。グーで拳の指の隙間のところに片手の指を乗せます。こういう感じですね。全く一緒ではなくちょっとずらします。はい、グーの状態で人差し指を出す。ここですね。中指、薬指、小指、そうするとこういう状態になります。こうですね。そしてこの状態から手首を合わせながら指を抜いていきます。そうするとこういう状態になります。今度は開いた手をくっつけます。そしてこうですね。これプレイヤーズポジションって言うんですけれども、お祈りするポジションですね。お祈りする手にしてこんな風にしますね。今度は指を抜きます。こうです。そうするとまたグーで合わせられます。まずグーの状態で拳を合わせます。そしたら手を開く。そして手首を丸く使って手を合わせます。そしたらプレイヤーポジション、ここから指を抜いてまたグーを合わせます。この時に大事なのが手首の動きなんですけども、手首はこういうふうに動いてますね。こうです。こう八の字を描くように描いていて、最終的には手首を使わずに指先だけで、手首はこう軽く回すだけですね。軽く回すだけで、指だけで、この軌道が体に入れば指だけでサラサラできるようになります。そして1でやったポジションとコンボすることができますね。このプレイヤーポジションから、プレイヤーズポジションから、指を交差して、やるディジットの、交差法のやり方、これは非常に頻度が高いので、ぜひたくさん練習してみてください。ご視聴ありがとうございました。